ソフトバンクグループの孫正義社長は東芝が売却交渉を進めている半導体メモリー事業について価格が下がる汎用品であり主体的に関わることはないと明言しましまた設備投資の競争に少しでも躊躇するようなことがあるとです、ね、あっという間にマーケットシェアが落ちてしまうと。よりは コモディティテだと我々がその主体になって何か積極的にやるということは基本的にあんまり考えられないただあの主体ではないけれどもいろんな相談は受けるという立場ですね東芝は債務超過を避けるために半導体メモリー事業の売却交渉を進めていますが日本企業の引き受け手がいないために 日本の技術が海外に流出しないよう、政府や財界が官民ファンドによる出資を検討しています。これに対して孫社長は、メモリー事業は汎用品で、付加価値の高い戦略的製品ではないという見方を示しました。 またソフトバンクは中国やロシア韓国などと送電網をつないで電力を融通する構想を打ち出していますが孫社長は各国との話し合いは進んでいてコスト面でも技術面でも可能だが国の許認可あっての話で電気がつながることでよりアジアの国々の平和につながると私は思うとして国民的な理解が深まることに期待を示しました。